ろしくお願いします。秀吉演じております小笠原仁です。いや結構重かったですね、このモニターね、上げるの苦労しました。よろしくお願いします。家康役尾藤大輝です。本日はよろしくお願いします。貴様の助役の大川劇です。皆さんこんにちは。さあここからは武将の皆様によりますアピール合戦。秀吉政宗連合軍のトップ秀吉だ。よろしく。俺たちは現在光秀先輩のとこと一本の桜の木を奪い合ってバチバチやってるところだな。そのために仲間を絶賛募集中だ。我こそはってやついたら持ってるその志願書、それで投票してくれ。よろしくお願いします。家康だよ。今日はみんな集まってくれてありがとう。俺個人は桜がどうなろうと何だっていいんだけど、ある理由があって光秀に味方してるんだ。だからみんな俺たちの陣営に投票よろしくね。光秀様の代理を務めます様之助です。猿が何やら言っていましたが、彼らは光秀様が大事にされている万年桜を奪おうという強盗犯。はあ、おいたわしや光秀様。ここに集まった良識あるみんなは俺たちに投票してくれるよね。俺たちがベイビーキングラム、通称ベイビーキンです。よろしくお願いします。ザーザーと言います。よろしくお願いします。よろしくー。大阪生まれのザーザーだよ。シーズンついに完結。勝敗を決める最後の舞台として真夏の集会出張版大川競争最終合戦公開収録イベントが決定しました。こちら2022年10月16日日曜日、東京の時事通信ホールで開催いたします。公録です。公録やります。公録イベント、こちら、出演はここにいる私小笠原仁、そして尾藤大輝さん、そして大川元気さんに、はい、政宗役、主人公政宗役の、峰田博夢さん、官兵衛役の馬場純平さんが加わります。
ということで、こちら詳細はぜひマガツノート、マガツノートという作品でございます、はい、公式ツイッターをチェックしていただけたらと思います。よろしくお願いします。